遠山光、遠山光、遠山光、安政2年4月12日、1855年5月27日、昭和19年、1944年10月5日、陽明、乙次郎は、明治から昭和前期にかけて活動したアジア主義者の、巨頭、原用者の総帥でもある、郷有次つぐも、用者は、 日本における民間の国家主義運動の草分け的存在であり、後の愛国主義団体や右翼団体に道を開いたとされる。また、教え子の内田良平の勧めで、国流会顧問となると、大陸浪人にも影響力を及ぼす右翼の巨頭、黒幕的存在と見られた。一方、中江町民や吉野作造などの民権運動家や、当園のアナキストの伊藤野絵や大杉久人も、 交流があった。また、鳥岡屋田、犬飼い武士、広田光輝など政界にも広い人脈を持ち、実業家、鉱山経営者や、特殊家としての側面も持っていた。条約改正交渉に関しては、一貫して強硬姿勢の主張を行い、また、早い時期から日本の海外進出を訴え、大路同士会に加わって、日露戦争改善論を主張した。同時に、 朝鮮の金玉金、中国の孫文や小解石、インドのラスベハリボース、ベトナムのファンボイ、チャウなど、日本に亡命したアジア各地の民族主義者、独立運動会の援助を積極的に行った。安政2年、1855年4月12日、筑前国沢原軍に新町の福岡藩市、筒井亀作の三男として生まれる。幼名は乙次郎。後に、 母方の遠山家を継ぐことになり、多宰府天満宮の満から名前を授かって、遠山三つると改める。小さい時から記憶力が強くて、物事を語ることが鋭敏だったと言われている。町でさつまいもを売り歩く貧しい少年時代を過ごす。慶応元年、1865年、11歳の時に、楠木正重のような人物になりたいという思いから、聖火の庭に植えた楠木のが、 現在も、聖火跡、現、西陣エルモールプラリバ北側の西陣緑地に残る。16歳の時、福岡藩の勤能派の流れを組む高場治という、断層の女医が開いていた、教師塾、高場塾に入門する。教師塾は、他の塾では断られるような、乱暴な少年たちを好んで入門させおり、パク少年たちの創屈と言われていた。遠山はここで、神道木平た。 箱田六助ら後の原用者の創設メンバーと出会う。遠山は晩年、当時のことを、教えは、鉄刀鉄尾、実践だったと回想している。明治九年、八百七十六年に、秋月の乱、萩の乱が起こると、遠山はこれに呼応して、神道、箱田らと共に、旧福岡藩士の放棄を拡作し投獄された。翌年の西南戦争は、獄中で知ることになる。 西南戦争時には、約500名の旧福岡藩士もこうして決起、福岡の変死だが、それに参加し尊敬する、西郷隆盛と共に戦えなかった、東山らの悔しい思いが、現用者の原点になっている。東山らが釈放されたのは、皮肉にも、西郷の死の翌日であった。東山らは、海の中道に開墾者を創設し、松林を伐採した旗を開墾して、 自給自足の生活を送りながら、心身の期待に励み、来るべき時に備える日々を送る。西南戦争の翌年の明治十一年、1878年5月14日、大久保利道が暗殺された、清井坂の変。西郷討伐の中心人物の死を受け、板垣大輔が、西郷隆盛に続いて決起することを期待して、遠山は高知に旅立つ。しかし、 板垣は決起に流行る遠山を悟し、言論による戦いを主張する。これをきっかけに自由民権運動に参画した遠山は板垣が起こした立志者集会で初めて演説を体験し、植木江守ら民権運動家と交流を結ぶ。高知から福岡に戻った遠山は、福岡の町の不良たちを集め、12月に公用車を結成し、力づくで、 地元炭鉱労働者の不満や反発を抑えるようになる。この時も教師塾、開墾者時代からの仲間である、新藤喜平太、第二代原用者社長、箱田六助、第四代社長が行動を共にし、箱田が公用社の初代社長となった。翌年1月には、福岡の豪商たちの支援を受けて、公用義塾を開校した。一方で、この時期は、 日清の対立が表面化した時でもあり、血気盛んな公用者では、内清義勇軍の募集を行い武道の訓練を熱心に行ったと記録されている。古文に気前よく金を与え、スラムの帝王として知られるようになると、地元の政治家たちもその暴力に一目置くようになる。現用者は、自由民権運動の結社であった公用者を改名して結成された。成立年については、 諸説があり、大正時代に書かれた原用者写詞では、明治十四年、1881年2月となっているが、それ以前の活動の記録が残っており、最近では、明治十二年、1879年12月成立という研究結果もある。社員は61名。自由民権運動を目的とした結社ではあったが、誰もが例外なく、西郷隆盛を警護しており、 束縛がなく極めて自由な組織だったと言われている。この中から、異彩を放つ人材が数々排出し、近代史に足跡を残すことになる。箱田六介、三十歳、平岡幸太郎、二十九歳、東山光二十五歳は、原用者三欠と称された。結成の届け出の際に示された、原用者の基本精神である、原則三条は次の通りである。 明治十三年1880年5月に、東山は福岡から徒歩で東京に向かい、早稲田の近くに一軒家を借りて住み始めた。7月初めには東北地方にアンギャの旅に出て、福島の河野広中はじめ多くの民権運動家と出会った。明治十四年1881年、政府は国会開設の見事のリを発布し、9年後の 国会開設を決定した。自由民権運動は目標を失い、板垣大輔は自由党を結成して、政党政治の時代に移行する。九州でも民権派が結束して、九州会新党が発足し、現用者にも誘いが来た。しかし、通り党略に明け暮れる運動家たちを嫌った遠山は、加盟を見合わせ、現用者の面々は、各自の事業に専念するようになる。 現用社社氏は、当時の様子を、東山は、平尾の山荘にあって、社員ら農業に勤しみ、箱田は養蚕を業とし、平尾は工業に専念すると伝えている。明治17年、1884年12月6日、朝鮮で日本と結んで自国の近代化を目指した、金玉金が率いる、独立党による、クーデター、更新政変が起こるが、 新国軍の介入により3日間で失敗に終わった。東山は、翌年、半島から長崎にたどり着いた、金玉金と神戸の西村旅館で会い、支援のため当時の金で500円という大金を渡した。明治20年、1887年8月、東山は、副領新報、九州日報の前進を創刊し、社長に就任した。 兼用者の中心的人物でありながらその社長になることすらなかった東山が生涯で唯一持った肩書きだった。紙面は活気に道揺れ行きも順調であった。この時期に議論の的となったテーマは不平等条約改正反対運動の盛り上がり、新国に対する敵外心などである。政党政治が始まった当時の日本で最も関心が高かったテーマの一つが、 条約改正である。これは幕末に結ばれた不平等条約を対等条約に改めようという政治課題であるが、実際に政府が作る改正案は未だに諸外国の圧力に屈した内容であったため、自由民権運動の流れを組む活動家たちは改正反対を強高に訴えていた。遠山はその不平等条約改正反対運動のリーダー的存在であり、また、 民権主義を訴えるだけでは国家の存立は困難と考え自由民権運動とは一線を隠す手法を取るようになっていた。明治22年1889年10月18日首相黒田清隆が改正を断行すると閣議で発言したのを受けて改正交渉の責任者であった外相、大隈重信が外務省門前で爆弾を 投げつけられて右足切断の傷を負う事件が起きた。犯人の黒島常吉は元現用社員だったが、その場で首動脈を切って自殺したため背後関係は不明のままとなった。この事件で黒田内閣は、画界条約改正交渉も白紙に戻った。明治23年1890年7月、第一回衆議院議員総選挙が行われ、 政府側は敗北した。日清戦争に向けての軍備拡大を進める政府の予算案は、第一回の議会ではと左派の切り崩しで、かろうじて通過したが、翌年の議会では否決される形成となった。そこで、首相、松方正義は、衆議院を解散するとともに、次の選挙での民党の締め付けを行った。これが、明治25年、1892年の、 選挙干渉であり、民党支持者に対して、買収や脅迫が公然と繰り広げられ、時には警官までもが動員された。現用者も選挙干渉への協力を求められ、その実行者となった。大規模な選挙干渉にもかかわらず、第2回衆議院議員総選挙も政府側の敗北に終わった。その後、現用者は結社としての活動を縮小し、 遠山は自由民権運動の死地から脱却し、国史としてアジア主義への道を歩み始める。明治28年、1895年、日清戦争の終結後、甲州での武装放棄を企てた孫文が、密告されたため頓挫し、日本に亡命した。孫文は、明治30年、1897年、宮崎東天の紹介によって遠山と出会い、 遠山を通じて、平岡光太郎から東京での活動費と生活費の援助を受けることになった。また、住居である、早稲田鶴巻町の2000平方メートルの屋敷は、犬飼武氏が圧戦した。明治32年、1899年、義和団の乱が発生し、翌年、孫文は慶州で再度拒兵するが失敗に終わった。明治44年、1911年、 侵害革命が成功し、その翌年、孫文が中華民国臨時政府の大総統に就任すると、東山は犬飼と共に中国に渡って会見し、長年の苦労をねぎらった。その後、遠征外に大総統の座を譲った孫文は、大正二年、1913年の春に、全大総統として来日し各地で熱烈な大歓迎を受け、 福岡の元用者や熊本の宮崎当店の成果にも立ち寄った。この時すでに遠山は遠征外の動向を強く懸念していたというが、その予言通り遠征外と争って敗れた孫文は、再び日本への亡命を余儀なくされた。日本政府は遠征外指示に回っていたため孫文の入国を認めない方針をとっていたが、遠山犬ぬを通じて、首相、 山本権兵衛に交渉し、亡命を認めさせた。孫文がかくまわれたのは、霊南坂、厳と区にあった東山邸の林家である。明治35年、1902年、欧米列強による真の繁殖民地化が加速し、日本とロシアの対立が鮮明になる中、日本は対ロシア戦略のもとに日英同盟を締結し、東山も対路同士会を設立した。 明治37年、1904年、日露戦争が勃発すると、現用者は若者を中心に、満州議軍を結成、参謀本部の協力を得て、満州の馬族を組織し、ロシア軍の背後を拡乱するゲリラ戦を展開した。現用者は、孫文の革命運動への支援と、並行して、明治43年、1910年の日韓併合にも暗躍したとされている。 杉山茂丸や内田良平などの社員もしくは250余命の関係者が日韓の連携のために奔走しのは事実だが、現用者が目指していたのは植民地下ではなく、合法という理想主義的な形態だったと見られている。合法の詳細については定かではないが、内田は現実の日韓併合に対して奮撃しており、はじめは協力的だった。 現用者と日本政府の関係は後に大きく離換していった。大正4年、1915年、東山は孫文の仲介により、インドの独立運動からすビハリ・ボースと会談し、支援を決意した。当時のラス・ビハリ・ボースは、イギリス領インド帝国の植民地政府からは、日本へ亡命していたものの、イギリス政府及び植民地政府から要請を受けていた日本政府によって、 国外退去命令を受けていた身であった。並行して、日本国内では、1919年11月、河合徳三郎、梅津勘兵衛、倉持直吉、青山広吉、篠、の、慎太郎、西村伊三郎、中安慎三郎を中心とし、原高市内閣の内務大臣、常並武次郎、立憲政友会を世話に、白尺大木園基地を総裁、村野常衛門を、 会長、中安新三郎を理事長として会員数60万と称する大日本国維会を立ち上げた。またボースの紹介により、当時のインドの独立運動家でアフガニスタンにインド臨時政府を樹立していたマヘンドラ・プラタップにもあった。大正12年、1923年、東山は来日したプラタップの歓迎会を開き、援助を約束した。そして、 アフガニスタンが統一されると、我が明治維新の当時を思わしむとの菓子を国王に送った。東山は、このような独立支援の対象を、フィリピン、ベトナム、エチオピアなどにも拡大していった。大正13年、1924年11月、孫文は最後の日本訪問を行い、神戸で東山と会見した。日本軍の中国東北部への侵攻により、 日中関係が有料すべき事態となっているのを受けての会談であったが、孫文が撤退への働きかけを申し入れたのに対し、日本の拡大がアジアの安定につながると真摯に考えていた東山は、これを断った。会見の翌日、孫文は、大アジア問題と題する講演を行い、その4ヶ月後に病没した。翌年、孫文の後継者として、蒋介石が、 国民軍総司令官に就任したが、その2年後に分やして、東山を頼って来日し、孫文と同様に、東山邸の隣下で帰居する。後に、小海石は、東山らに激励を受けて帰国し、孫文の宿願であった北伐を成功させる。昭和4年、1929年、南京の中山寮で行われた、孫文の英霊法案祭に、東山は犬飼い武と共に、 日本を代表して出席している。昭和7年、1932年の関東軍の主導による満州国建国は、東山の理想とは大きくかけ離れていた。昭和10年、1935年、来日した満州国皇帝、不儀の公式版参会への招待を、東山は気が進まないとの理由で断っている。日中戦争。 シナ事変が勃発した昭和12年1937年通州事件が起き、当時の首相、この絵踏み丸は、父のこの絵集まろや外相、広田幸喜と親密な関係だった遠山を内閣参議に起用する計画を立てた。その上で、紹介石と親しい頭山を中国に派遣して和平の糸口をつかもうとした。この絵から打診を受けた遠山は内閣したが、 東山を、姿勢のブライカンに、毛の生えたものと見ていた、内大臣、湯浅倉平が三期用に反対したため、実現しなかった。戦争が長期化し、日米関係も悪化していた、昭和16年、1941年9月、東山は、東国宮都市彦から小解析との和平会談を試みるよう依頼される。東山は、現用者社員で、 朝日新聞社主筆の尾形武虎に、紹介席との連絡を取らせ、東山とならあってもよいとの返事を受け取った。これを受けて東国の宮が、首相、東条秀樹に飛行機の手配を依頼したところ、勝手なことをしてもらっては困ると拒絶され、会談は幻となった。東国の宮はこの時のことを、東山沖縄、水運に乗じてその領土を盗むようなことが非常に嫌いで、 朝鮮の併合も反対、満州事変も不賛成、日華事変に対しては心から憤っていた。沖縄の口から紹介席に国際平和の提言を進めてもらうことを考えたと書き残している東国の宮著、私の記録。東山は静岡県御殿場の富士山を望む山荘で昭和19年、1944年10月5日、89年の 生涯を閉じた。晩年は、記号をすることと以後を楽しむことを日課として静かに過ごしていた。倒れたのも、居室で5番に向かっている時であった。存命中は、常々、俺の一生は、王風の吹いた後のようなもの。何者来らんと語っていた。葬儀委員長は、元総理の広田光輝が務めた。東山家の菩提寺である M 王子と博多、宋福寺。 福岡市の玄用舎墓地にも墓はあるが、東京青山霊園にも墓があり、その同じ墓所の隣には、交通事故死した三男の東山秀蔵の墓がある。近年観光のみ、本文中に説明のある項目を除く。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。